えーっと、なんか、マッチングアプリでね、繋がった人がたまたま韓国人だったって話をして、で、一年ぐらい前に LINE 交換した人がいたんだけど、なんかね、急に LINE 交換してからね、本書を出して、あの、体目的バリバリ出してきて、すごい嫌な思いしたから、すぐに LINE 交換したい人は、もう韓国人だろうが日本人だろうがアメリカ人だろうが警戒するようにしてたんだけど、今回、 ラインを交換させてもらった人は、あの、事前のメッセージで、まあ、やっぱりまあ、経験則というか直感でしかないんだけど、まあ一応、騙してるわけじゃないよねとか、もうはっきりもう言うようにして、それをクリアした人しかライン交換できないよっていう感じにしたので、まあ、交換して、あの、とりあえず変な人ではないですっていう感じでやってます。で、えっ、ー、と、さっきライン登録終わって、 私、LINE ずっと使ってなかったから、多分、登録したのが、うーん、そうだな、3年、丸3年は多分経ってると思うんですけど、使い方が未だにわかんなくて、なんかメッセージの通知がピコンってなるんですけど、通知の音が大きくてびっくりするんで、今設定をね、変えてます。で、なんか、通知音がね、その、今のこの Google Pixel にデフォルトで入ってる音から選べるんですけど、まあなんか、これがね、もし、こう、 出会いの始まりではあるんですけども、なんだろう。いろんな人生の始まりだったりとか、恋の始まりだったりとか、二人の、なんか、いい関係を築けるきっかけになればいいなと思って、ビギニングっていうタイトルの通知音を選択しましたっていう報告。